はい、どうもこんにちは、染島です。今回はですね、ツイッタースペースの機能についてのお話なんですけれども、自分はですね、ツイッタースペース、こちらサービス開始当初からですね、非常に愛用しておりまして、その中でですね、ツイッタースペース使ってる人同士でお話ししてて、で、意外と知られてないなと思ったのがですね、このツイートの共有方法なんですね。まあ、ツイッターのスペースではですね、ツイートをそのツイッタースペースのそのページの中に共有させるっていうことができるんですけれども、今回このね、共有する方法、その手順をね、紹介していこうかなというふうに思います。で、今回お話しする内容はですね、2022年1月収録時点での最新版のツイッター、バージョン 8.96、こちらでのやり方ということで紹介していきます。なので、今後のアップデート次第ではですね、やり方が変わるかもしれませんので、そのあたりはご了承ください。ではですね、当チャンネルについてのお話ちょっとさせていただきますけれども、私はですね、小説執筆歴約18年、そしてサービス開始からですね、週3、4回ぐらい、ツイッタースペース使い倒しております、このウェブ作家、染島祐介のですね、YouTube チャンネルとなっております。で、こちら今はですね、小説創作、それからツイッタースペースという2つのテーマでですね、情報発信を行っております。で、小説執筆とスペースの初心者の方はね、必見な内容というのが非常に多いので、ぜひ見てほしいです。で、現在は毎週土曜日投稿しておりますので、興味のある方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということでですね、今回の本題に入っていきますけれども、ツイートの共有手順ということでですね、最初はですね、スペースの初期画面出しましたけれども、まずこちらのですね、スペースの画面最小化させます。この黄色の丸部分、こちらをタップしてもらって、まずスペースの画面を最小化してもらうと。まあ、最小化するとですね、普通にツイートのタイムラインの画面とかが見られるようになってるんですけれども、まあ、その中からね、まあ、共有したいツイートをね、選ぶようになるんですけれども、今回ね、その中で自分の固定ツイート、こちらをね、共有していこうと思います。で、まあ、ついでに宣伝させていただきますとですね、こちらの固定ツイート、星降る夜のカノンという小説ですね、私書いた作品がですね、アルファポリスの方で掲載されておりまして、まあ、10分程度で読める短編なのでですね、ぜひ興味があれば電車の中とかで、ね、暇つぶしに読んでもらえればと思います。まあね、宣伝はここまでにしまして、共有したいツイートを選びますと。で、そしたらですね、共有したいツイートのこの一番下のところの、ハートのこのいいねのマークの右隣にある共有のマーク、こちらね、黄色く丸で囲んでるとこありますんで、こちらをタップしてください。そうすると画面が切り替わりまして、一番上にですね、スペースのタイトルとマークが出現してきますんで、こちらをタップしましょう。で、これで改めてですね、スペースの画面開いていただきますと、この黄色の四角で囲んだところのようにですね、ツイートの共有ができているかと思いますんで、もう本当にね、これだけの手順なので非常に簡単です。やり方を覚えればですね、すぐにできると思いますんで、ぜひね、今後ね、ちょっと宣伝したいツイートがある場合にはですね、試してみてください。ということで、今回のお話の本題は以上になります。で、最後にね、ちょっと告知させていただきますけれども、私、OpenSea というサイトでですね、自作の NFT イラストの出品を開始いたしました。このね、今貼ってあるような画像ですね。こちらはまあ自分でね、作った作品なんですけれども、テーマとしては月というものをテーマにして、イラストコレクション、Under the Moon という、ね、まあシリーズでですね、作品を定期的に発表したいなと思っておりますんで、まあ今発表しているのがこの2作、なんですけれども、画像で貼ってる2作品なんですけれども、他にもね、これがどんどん増えていくと思います。で、閲覧だけでも OK なんでね、ぜひね、定期的にね、こうツイート確認してもらえればね、告知流していきますんで、そこからね、楽しんでもらえればと思います。で、概要欄にね、URL、こちらも掲載しておこうと思いますんで、興味のある方は覗いてみてください。ということで、今回のお話以上になります。どうもありがとうございました。